ホンダ ZR-V の特徴は外装もかなり美しいデザインなのも特徴なんですが、インテリアも上品な仕上がりとなっております。特にこの夜間のこのアンビエントライトがとても美しいですよね。こちらは私の車両で、内装色はマルーン色の ZR-V となっております。運転席、助手席ヒーターなど人気の機能を標準装備としています。ちなみに通常の ZR-V の価格は349,200円から434,720円となっております。 ZR-V の内装はですね、めちゃくちゃ高級感のある、まずこのハンドルに始まってですね、このようなステッチが入っていますので高級感があります。またハンドルヒータースイッチボタンがこちらにありますので、かなりこれはですね使いやすいですね。もう手元で操作できますので、寒い冬などには特に、重宝しております。こちらを押すだけで、この全周がですね暖かくなるのも、ZR-V のハンドルヒーターの特徴です。ハンドル周りもですねピアノブラック加色されておりますので、実際に見て高級感のあるスタイリングとなっております。また私の場合はこちら ZR-V の EHV Z グレードですので、減速セレクターですね、パドルシフトがこのように左右についているのも特徴となっております。そしてメーターはですねフルデジタルメーターとなっていますので、こちらも視認性がいいのが特徴となっていて、今これ撮影している時にエンジンをオンにしていますが、停車中はほとんど EV といった形ですので EV 走行もとても多いので、燃費の良いのが特徴となっております。 ZR-V の外観はですね、バーチカルフロントグリルといって、この縦型のフロントグリルを採用していることで、かなり、デザインで一体感と機能美を演出しております。またフル LEDヘッドライトを搭載しています。このライトがですね夜間とても明るいのが特徴となっており、もちろんアダプティブハイビームシステムを搭載してますので、基本的にはハイビームで走行、また対向車がいたり、前方車がいる場合はですねその部分だけを遮光するといったアダプティブハイビームシステムが搭載されています。夜間とても運転しやすいのも特徴となっております。また便利な機能といたしまして、こちらシートメモリーが2名分まで、メモリーできるようになっておりますので、こちらもですね1人目2人目と、シートメモリーをすることができます。こちらとても嬉しい機能です。 ZR-V の特徴は外装もかなり美しいデザインなのも特徴なんですが、インテリアも上品な仕上がりとなっております。直感的で操作性に優れるインテリアとなっております。美しく均整の取れたインストルメントパネルや左右独立レイアウトのハイデッキセンターコンソールなどにより、パーソナル空間の創出と美しい使い勝手を実現しています。こちらは私の新型 ZR-V のマルーン色の内装なんですが、なんといっても最大の特徴、内装の特徴ですね、このハイデッキコンソールではないでしょうか。エレクトロシフトマチックのこの盛り上がった膨らみの下にですねハイデッキコンソールがあるのが特徴となっております。そしてこの中央の端みたいな部分にですね、いろいろなドライブモードであったりとかヒューディー先頭コントロールや電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドのボタンが集約されております。またシフトノブはこのように電気式のエレクトロシフトマチックとなっていて、ボタンで操作するタイプのシフトとなっております。簡単に説明していきたいと思います。パーキング駐車はですねこちらの P を押すとパーキングになります。運転するとき、発進したいとき、ドライブにしたいときはこちらのボタンを押すだけで D になります。 D になりますと緑色のランプが点灯して、走行できることを意味します。そしてバックしたいときはこちらの R ボタンを押しますとバックになります。これは直感的にですね後ろに行くので、こう後ろに画面でいうとこの下側にこう引くように押すとバックになりますので、これはですね非常に、マウスのように取り扱いやすい、シフトノブとなっております。パーキング駐車したいときはこちらをボタンを押すだけで駐車が可能ですので、とても操作性の良いシフトマチックとなっております。皆様のですね実際に使った感想などもコメントからお待ちしております。またソフトパッドの表面に、艶やかなガラスパールを散りばめたパール調表皮をしていますので、とても高級感のある素材となっております。また ZR-V は傷がつきにくいような工夫もされていて、例えばこういった足元の部分なんですけど、室内全体で統一感のあるデザイン性と傷が目立ちにくい機能性を兼ね備えたデジタル造形デザインを国内ホンダ車初に採用しております。こちらのドア、ロアライニングや荷室周りなどに施工されております。また ZR-V の室内が美しく見えるのはこのエアコンの横一文字のエアコンアウトレットを採用している部分ですね。この一文字につながる表面、またパンチングメタルによって、とても美しい仕上がりとなっております。このメッキの部分が太陽によって光られて、とても高級感のある仕上げとなっております。
また ZR-V は運転していてとても楽しい車になっております。新開発のスポーツ EHEV を採用することによって、電気の力によるスムーズな走り出しやコーナーでのトルク感、澄み渡るエンジン音などが、車内に伝わってきてとても楽しい車となっております。見た目は SUV となっておりますが、中身はシビックと思ってみてください。とてもめちゃくちゃ走りますので、峠などを走ってもとても楽しい車になっております。また走行モードもですね、 EV モード、ハイブリッドモード、そしてエンジンモードと、これをですね瞬時に、的確に高速道路などでは効率的な走りでエンジンを使ったりとかですね、電池が溜まっているときは、バッテリーからの電気によりモーターのみでの EV 走行も可能ですし、またハイブリッドモードもですね、モーターとエンジンをフルに活用してエンジンの力で発電した電力で走行用モーターを駆動、そして加速時にはバッテリーからの電力を合わせて走行用モーターで走りますので、よりパワフルな加速が楽しめるのも EHV、ZR-V の特徴となっております。また、10.2 インチデジタルメーターは、バーシンプルであったりとか、2眼タイプに変更することができたり、バータイプですね、に変更することが可能となっております。またエアコン操作パネルはこのようになっていますので、ダイヤル方式ですので、上げるときはこのように右に回し、そして下げるときはこのように左に回すと下げることができます。もちろん左右独立温度調整式となっておりますので、助手席の方のこのように温度を下げることも可能となっております。エアコン操作パネルもこのようにとても美しいダイヤル式のこの周りがですね、光るのがとても操作性も良くて、夜間の視認性も良いのが特徴となっております。またこのエアコンのこの吹き出し口がこのように助手席のパネルにつながるようになっていて、助手席にかけてのこのアンペイントライトがとても美しいのが特徴となっております。これは助手席、そしてインパネ周りをぐるりと回しますと、運転席にもこのようになっていて、夜間の室内を明るく映し出してくれます。そしてこのハンドル周りの質感もですね、めちゃくちゃ高くて高級感があります。そして左側のスイッチ類もこのようになっていて、このハンドルヒータースイッチがこの部分にありますので、またヒーターをセットしているときはこのようにオレンジ色で点灯するので、一目でハンドルヒーターがついていることを確認することができます。またこちら、シートヒーターを、点灯しますとナビと連動してシートヒーターの3段階のここに連動していることが確認できるかと思います。運転席も同様にですね、このように3段階オフと確認することができます。エアコン操作パネルと、ナビも連動してまして、例えばエアコンをオンにしますとナビ画面にオンと表示され、例えば運転席の温度調整を、設定しますとナビに温度もですね同時に表示されますので、運転中でもですね、手はダイヤルリン、そして画面は波画面で確認するといったとても視認性の良いのが特徴となっております。また助手席の温度を変えた時も助手席の温度をですねナビに左側に表示することが可能となっていますので、こちらもですねこの下側を見ることなく運転席の前方とこのナビの上の方を見ることで視認性が良く操作性の良いのが特徴となっていて、ホンダさんの素晴らしい安全性を考えた操作性となっております。また Z グレードにはワイヤレス充電器が搭載されます。そしてハイデッキコンソールボックスはとても美しい仕上がりとなっています。こちらにはオレンジ系のステッチが入っていて、ちょっと夜間で分かりにくいですがラメ調のソフトパッドの素材となっていて、実際には高級感がある仕上がりとなっております。また ZR-V、EHV にボタン式のシフトとなっております。とても操作性がいいのが特徴となっております。またこのハイデッキセンターコンソールボックスのこの下部のこのブリッジの下の部分も小物スマートフォンなどが置けるぐらいのスペースとなっていて、夜間このようにですね照明が点灯しますので、暗いということがなくですね小物などを確認したりとか収納したりすることが可能となっております。とても美しいのが特徴となっております。ZR-V の運転席周りはこのようにとても美しいことがわかると思います。特にこの夜間のこのアンペイントライトがとても美しいですよね。さらに後席の部分にもアンペイントライトが搭載されていますので、夜間の室内はかなり美しいのが特徴となっております。
また 4WD になりますとシートヒーターが標準装備になりますので、寒い冬場でもですね快適なドライブを行うことが可能となっております。新型 ZR-V は外観のデザインや走りも魅力的な車なんですけど、実際にこのように使用してみると内装の高級感もですね私の気に入っているところです。高級感があるハンドル周りからナビ周り、そしてエアコン操作パネル、そしてシフトノブ周りがですねとても美しいことがわかるかと思います。はい、ということで今回は私の新型 ZR-V からで、この私の ZR-V の機能を紹介しながら ZR-V の良さを紹介してきました。今後もですねこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録コメントの方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。